渦巻きってものは別に物でなくたって構わないんだ。最近それがやっと分かってきた。渦巻きは自ら作り出すもんなんだ。いいかお前ら、よく覚えておけ。渦巻きは自分の体で表現できるんだ。例えばこんな風にだ。Ha ha ha ha!